どうも、ナオチンです。海賊無双4やっていきます。よろしくお願いします。今日はエースを使っていきます。スキルが強くなったので、めちゃくちゃ強くなったんじゃないでしょうか。たく、世話が焼ける。特殊技は覇王色の覇気、炎帝メラメラの実飛剣でいきます。で、スキルですけども、これでいきますね。騎士改正の力、三角攻撃強化、本気バースト強化、ヒーローの力、獅子粉塵、勝破に、覇王の力ですね。さあ、どれぐらい強くなってるんでしょうか。それでは、まずは HP を減らしてから行きましょうかね。この HP を減らすのがだいぶ時間がかかってしまう。できれば、ミホークが出てくるまでに黄色になっててほしい。うん。で、赤になってスタートしますね。神器という名の食らってね、全然当たってね。クロコダイルがちょっと大技を打ってきてくれれば OKOK、OK OK、いいんだけども、何か大技を、違う、そんなしょぼい技じゃなくって、ちょっと大技打ってきてよ。 OK、 これで黄色になるか。黄色にはなるけども、違う、俺の狙いは赤だ。赤までしてくれ。よし、もうちょい、もう少し減らしてくれ。うーん、あと一発、二発。よしよし、 OKOKOK、 もうちょいよし、 OK、 いきましょう。本気バーストしてからね。エースは、空中攻撃のチャージ3か、チャージ4だね、がめちゃくちゃ強いんだよね、確か。オーケー、どうだなんか微妙な感じがしたけども、わかんない、まだわかんない。オーケー、オッシー、オーケー、当てにくい当てにくい。まあ昔からそうだったけども、空中チャージさん当てにくいな。当たんない、オーケー、もう当たんなくてもいい。そのための覇王の力の覇王色、いけ、どうだ、いけ。まあこんなもんでしょこんなもんだ、いけるいける。ちょっと待って、ミホーク倒したい。どこいる。今日のところは俺の勝ちだよ。お前との決着がつきそうに、どうだ、どうやら甘くはないようだ。ミホークさえ倒せれば OK。 無理かー無理だった OK、 よし、いくら OK。 バギーどこ。あ、いたいた、全然動いてねえじゃん。よし、当てにくいんだよね、これね。当たれば超火力なんだけど。オッケー、進め。よし、でかいやつにはね、すんごい当てやすいのよ。でもちっちゃいやつにはね、なかなか当たらないっていうやつ。オッケー、これもちょっと必殺技でいこう。逃げんなよ。よし、ちょっとキザルを捕まえられる。いや、これは火だぜ。ワンパン行きたかったけど無理だ、これは無理。よし、 OK、 ちょっと因縁の対決。よし、いける、よっしゃー、いけたな。行くぞ。戦国はワンパンでいけるはず。どうやら甘くはないよ。いいぞ、いきます。あー、もう絶対倒してたのに。待て、よっしゃ、 OKOKOK、 もうなんつうことしてくれるんじゃ。よし、回復は取らん、行きましょう。もうサボがめちゃくちゃよろしくない時に出てきてくれた。はいはい、行きます。
ゲージを貯める。オッケー。いやー、本気バーストしときたかった。してないよね。ビッグマムがいるんで。いいね。で、よし、肩振りもいい感じ。こういう感じで出てきてくれればマジで戦いやすいのよね。おー、危ねえ危ねえ、回復取んなよ。で、ここも OK。 よし、で、バカバカ進化知らぬじゃない。よいしょ、 OK。 カイロは自尊自他が、もういいこれで仕留める。よし、親父を恩にするという、そのまんま倒しときたい。ここを行くぞ。やられちまった分は当たれ。後できっちり返して。当たってねえ当たってねえ、吸い込まれた。ちょ、どうだ。まあワンパンじゃ無理だろうけど、はいはいはい、ティーチが残ってるね。おっしゃ、こっちこっちやな。あー、サボたちがもう回り込んできてる。あのコースを取られるとちょっとよろしくないんだよね。 OK、 これ白ひげ一発でいく。でその時にエースも一緒に巻き込めたらいいね。いけ、うーん、無理か無理か、仕方ない。危険、ああダメだ、本気バーストしやがったこいつ。あ、待って、回復取った。もう最悪だ、もう回復は取るなって。ちょっと減らしたい。でもここで減らしてもちょっと微妙なんだよね。よし、いける、これで決める。倒せるか、サボ、サボ倒せない、サボ、とりあえずサボだけ倒しとけば OK。 無理か、もう本気バーストサボめんどくさいんよ。でも削りやすいから OK。 倒したね。で、ゆあちゃんはどこ。はい、しょ、 OK。 じゃあ行きましょう。くそ、結構回復アイテム出てるな。これ取らんようにほんと注意していかないといけませんね。それは変わらないようだ。よし、ゲージをある程度貯めときたい。ゲージ貯めときたい。 OK。 この一戦で決着をつけようじゃねえか。溜まったっしょ。 OK、 いくぞ。進化知らぬ一発でたまるんだけども、ボスがいたりするとね、不発になるんだよね。 OKOKOK、 ここは戦国がいるので戦国当てで一発でいきたい。違う、よし、あんたは弟の命の恩人。なん、違う違う違う、ここは譲れねえ。聞いてもらうか。いやー、なんかいまいちなんかいまいち。ミホークも倒してないの。はい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 、ちょっと待って待って待って、サボがいない。いや、なんか声は聞こえんだよ。サボどこ。あ、いた、ちょっと待って、サボからだ、めんどくせえ。よし、いける。ああ、全然ダメだ不発だし。よし、もうサボが本当にめんどくさい。どこ、サボどこだ。はいはいはい、終わりだ。いや、最後が良くなかったよ。8分57
遅くはないんですけども、早くはなかったですね。やっぱり最後の HP 回復したやつと本気バーストさせちゃったっていうのがよろしくなかった。あれがなければ7分台全然いけたと思うんですけども、ちょっと残念です。あとやっぱね、空中チャージ4。あれがね、当て方がまだまだ下手くそなのよ。しっかり当てれるようになれば、もっともっと強くなると思うんで、これちょっと練習が必要ですね。でも、スキルが強くなって、確実に強くなった。それは確かです。はい、ということで、エースでした。またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。